ブライアン・エドワード・コックスは、イングランドの物理学者で、マンチェスター大学物理、天文学科で素粒子物理学の上級フェローとして、勤務している。ワンダーズシリーズをはじめとした科学番組の、プレゼンターや、なぜ、e、E=MC なのか、クォンタム・ユニバース量子、すべては、禁じに過ぎないのか、などのポピュラーサイエンス著作で有名である。コックスは、 BBC の科学番組を担当していたデイビッド・アッテンボローやパトリック・ムーアの後継者としてふさわしいと評されている。このような学術的キャリアを始める前には D、d ー・ディ d ム・ r アといったバンドでキーボード奏者として活動していた。コックスは王立オールダム病院で生まれ、1971年からオールダム・チャダートンに住んだ。コックスの両親は ヨークシャー銀行の同じ視点で働いており、母は追悼係、父は中間管理職だった。コックス自身はオールダムで過ごした幼少期についてダンスや体操、航空機観察、バス観察を行い楽しいものだったと回想している。1979年から1986年にはオールダムにある私立のヒュームグラマースクールに通った。 彼は多くのインタビューや自身の番組神秘の大宇宙で12歳の時にカール・セーガンの本コスモスを読んだことが物理学者を目指す大きなきっかけだったと語っている。コックスはテレビ番組ジョナサンドスショーで D を取ってしまって本当に成績が良くなくてね、勉強が必要なんだって分かったよと述べ A レベルの数学ではひどい成績を取ったと認めている。 この結果について本人は興味が持てなかったことと未熟なバンド活動に参加していたことが理由だろうとしている。コックスは学士を優等学位の一つ、ファーストクラスで獲得し、物理学修士を獲得した。D、リームが解散した1997年には高エネルギー状態での素粒子物理学に関する論文でマンチェスター大学にて PHD を取っている。 彼の博士論文、ダブルディフラクションディソシエーションアットラージモーメンタムトランスファーでは、ロビン・マーシャルが指導教官を務め、彼がヘラの粒子検出器、H1 を用いていった研究から引用を行っている。ヘラはドイツハンブルクにあるドイツ原子シンクロトロンの加速器である。1980年代、コックスはロックバンドデアーでキーボード奏者を務めていた。また、 マンチェスター大学で物理学を学び、バンド D.Beam に参加した。D.Beam は前衛シングルチャートに食い込む人を複数出しており、シングスキ c a n Only Get Better はチャート1位になった。ほか、後に労働党によるブレア・ブラウン両政権下でのニューリーバーキャンペーンで選挙向けヘポップソングとして使われた。2003年にコックスはアメリカ出身のサイエンスプレゼンター、 ジア・ミリノビッチとミネソタ州、ダルースで結婚した。二人の最初の息子は2009年5月26日に生まれた。息子、ジョージのミドルネームはアポロ11号の月着陸船にあやかってイーグルとされた。ミリノビッチには以前の結婚でもけた息子、モキもいる。家族は現在ロンドン型シーで暮らしている。 コックスは無神論者であり、2009年にはチャリティ本、ザ・エイジースとエスガイド2クリスマスに協力している。またヒューマニストでもあり、英国ヒューマニスト協会の著名な支援者でもある。オールダムアスレティック AFC のファンであり、クラブの年間チケットを保有している。コックスは素粒子物理学、天文学研究評議会の上級フェローであり、 マンチェスター大学の高エネルギー物理学グループのメンバーである。また、スイスジュネーブ近くにある欧州原子核研究機構では、大型ハドロン衝突型加速機のアトラス検出機での研究に携わっている。アトラス検出機やコンパクトミューオンソレノイド実験のアップグレードを目的とした国際コラボレーション企画では、FP420 実験の研究開発プロジェクトに、 参加している。これは、より小型の粒子検出器を、主要実験の相互作用が起きるポイントから420メートル離れた場所に追加し、実験のアップグレードを試みたものである。コックスは、ジェフホーショーとの協調である、なぜ E=MC イコールなのか、ホワイドーズ E=MC イコールや、クオンタムユニバース量子、すべては禁似に過ぎないのか、などをはじめ、 いくつかの一般向け物理書を執筆している。2008年のサイエンス風キャンプでのコックスコックスは BBC のラジオテレビで放送される科学番組に多数出演している。例えばラジオ番組イン・アインシュタイン・エス・シャドウ・ホライゾンシリーズに出演したほか、ビテシゼの改訂版番組ではナレーターを担当している。 2010年初頭に放送された BBC2 の5部作テレビシリーズワンダーズオブザソーラーシステムや2011年3月6日に放送が開始された4部作の続編シリーズ神秘の大宇宙では司会者を務めた新シリーズワンダーオブライフ生命の方程式は2012年6月に撮影が完了しコックスは番組について物理学者が 生命や自然の歴史に興奮する番組になると述べている。スペースホッパーズでは共同司会を務めたほか、CBBC の番組ダニー、S ハウスにも出演している。コックスは BBC で放送された3部作のシリーズ、サイエンスブリタニカにも登場し、英国の科学者による過去350年以上の貢献や英国の科学と市民の理解について追求する彼の 姿を見ることができる。BBC2 では2011年1月に生放送された3日間の天文学シリーズスターゲージングライブに出演し物理学者からコメディアンに転身したダラオブリエンと司会を務めたほかトークショーのホストジョナサン・ロースとも共演した番組は英国各地で開かれたイベントとも大イアップしていた第2第3シリーズでは 様々なゲストを迎え、それぞれ2012年1月2013年1月に放送された。2009年11月からは、BBC ラジオ4のコメディ科学雑誌番組、ザ・インフィニット・モンキー・ケージで、コメディアンのロビン・インスと共演している。この番組のゲストには、コメディアンのティム・ミンチン、アレクセイ・セール、ダラ・オブリエンの他に、BBC の番組ザ・インクレディブル・ヒューマン・ジャーニーに、 出演したアリス・ロバーツ博士などの科学者も含まれた。コックスは、インスの別番組9、レッスンズキャロルズ・フォー・ゴッドレス・ピープルにも出演した。さらに BBC ラジオ6ミュージックの朝の番組にレギュラー出演し、毎週1回ショーオン・キー・ベニーと共演している。2009年7月24日に放送された、ロバート・ルウェリンのポッドキャストシリーズカープールにも、 出演している。コックスはテッドにも多数出演しており、自身の研究してきた大型ハドロン、衝突型加速器や素粒子物理学について、スピーチを行っている。2009年には、雑誌、ピープルに登場し、一番セクシーな男性に選ばれた。2010年には、シンフォニー・オブ・サイエンスによる、ザ・ケース・フォーマーズに登場している。同年11月には、コベント・ガーデンにある、 アップルストアに反則のため現れ、テレビでの新シリーズに合わせた電子書籍発売について話したり、観客の質問に答えたりした。コックスは2010年の王立テレビ協会によるハウエルドン記念講義に登場して、サイエンス A チャレンジツー t v を探しと命打った講義を行い、科学に関するメディアの取材がどれほど踏み込むかや、科学に関するニュースについて、 問題点を挙げた。この講義の様子は BBC2 で放送された。2010年3月4日にはフランケンスタイン S サイエンスに出演し、メアリー・シェリーがフランケンシュタインで探求した無生物に生を与えたいという人類の欲望や19世紀と現代の両方でこの欲望が実現可能か電気作家のリチャード・ホームズと対談している。 2011年3月6日にはパトリック・ムーアの番組ザ・スカイ・アット・ナイトの記念すべき第700回に登場した。コックスは長年この番組のファンでこの番組が物理学者になろうとアシストしてくれたと話した。4日後の3月10日には9回目のダグラス・アダムズ記念講義登場を果たした。コックスは2007年の SF 映画サンシャイン2057で 科学アドバイザーを務めている。この作品の DVD 化にあたっては、映画中の描写について科学的正確性、不正確性を述べたオーディオコメンタリーを収録している。ディスカバリーチャンネルのスペシャル番組メガワールド、スイツランドにも出演した。2013年には、ワンダーオブライフの新シリーズが放送された。2013年11月14日には、 BBC2 で放送されたドクター風50周年記念番組ザ・サイエンス・オブ・ドクトル風に出演しタイムトラベルの謎について迫ったこの講義は王立研究所のファラデーコードで行われた2013年11月に BBC はコックスが BBC2 の番組ヒューマン・ユニバースの司会を務めることを発表したコックスは科学の周知に貢献したとして 多数の賞を獲得している。2002年にはエクスプローラーズクラブのインターナショナルフェローに選ばれたほか2006年には彼の業績に対してイギリス科学協会のケルビン教授が贈られた2006年には王立協会の大学研究フェローシップにも選ばれている彼は講演も頻繁に行っているが2006年にオーストラリアで行われた サイエンスフェスティバルでは、基調講演を務めた。2010年には、英国物理学会から、大衆に物理学の魅力や興奮を伝えたとして、ケルビン賞を授与されている。なお、この賞には先日のケルビン教賞と同じ、初代ケルビン男爵の名が冠されているが、これはまた別の賞である。コックスは2010年のエリザベス2世の誕生日諸にあたり、 科学分野での貢献に対し大英帝国勲章のオフィサーを除勲されている。2011年3月15日、コックスは王立テレビ協会からシリーズ神秘の大宇宙に対して最優秀司会者賞、最優秀科学、自然史、番組賞を授与された。3月27日にはブロードキャスティングプレスギルドによる賞、 BPG テレビラジオアワードでベスト TV パフォーマーイン、エーノン、アクティングロールを獲得した。また、ワンダーズオブザソーラーシステムでの最優秀ドキュメンタリーシリーズ賞も獲得している。2012年7月にはパトリックス・チュワートが学長を務めるハダースフィールド大学から名誉博士号を贈られた。同じ年の後半には英国物理学会、 会長賞を贈られ、受賞式の後には、科学分野での教育の価値や、次の世代の科学者へ、もっと投資する、必要性などを講演した。2012年10月5日には、教育、文化面での多大な貢献に対し、オープン大学から、名誉博士号を贈られた。同じ年には、王立協会から、科学を広めた、優れた教績に対して、マイケル・ハラデン賞が授与された。 2016年には同じく王立協会のフェローに選ばれている。ありがとうございます。